グリエルモ9世、デルモンフェッラートは、イタリアのモンフェラート公爵。モンフェラート公爵ボニファーチョ3世とその妻で、セルビアのデスポトステファン・ブランコビチの娘であるマリアの間に生まれ、1494年に幼くして、公爵位を継いだ。父に習って、親フランスの立場を取り、アランソンコルネの娘、アンヌを妻に迎えた。 二人の結婚式は1508年8月31日にブロワの酸素協会で執り行われている。1513年のノバーラの戦いでは、敗走、退却するフランス軍をスイスミラノ連合軍から守る役目を果たした。スイス人傭兵のおかげでミラノ港に復帰したマッシミリアーノス・フォルツァは、報復措置を行わない代わりサンマンスクードの 賠償金を支払うようグリエルも旧姓に要求した。マッシュミリアーノは和平協定を遵守せず、モンフェラート公爵領に軍隊を差し向けて、多くの都市を略奪させた。和エス時のインチーザ公爵家の当主、オットーネがモンフェラート公爵位を狙っていると知ると、グリエルモはインチーザスカパッチーノの町を占領して、オットーネとその息子のバドーネを処刑し、 インチーザ公爵領を併合しようとした。しかしこの行動は、インチーザ公爵の総主である神聖ローマ皇帝、マクシミリアン一世の厳しい非難を受け、グリエルモは、インチーザの併合を諦めざるを得なかった。アンヌ・ダランソンとの間に三人の子示を設けた。ありがとうございます。